I'm here with Richard. Richard, could you tell me more about the Mac ARM processor that's supposed to be coming out for the next generation of Macintosh systems? Sure, I'll answer that. 日本語でいいですか？先ほど質問ありがとうございました。ですね、Apple が次のビッグイベントで、WWDC で ARM ベースの MacBook を発表されていると言われているんですね。で、これはもう今年から来年にかけてラップトップのあり方を大きく変えるかもしれないビッグニュースです。っていうのも、Mac の仕組みが根本から変わるだけじゃなくて、テック業界全体がシフトする可能性があるんですね。例えば Mac の寿命が伸びたり、年々のスペック向上の幅が大きくなったり、Mac が安くなったりするかもしれません。それだけじゃなくて、アプリの作り方や使い方も変わるかもしれないし、もう大きくいろいろ変わると言われています。このビッグウェーブに乗り遅れないためにも、なぜ今 ARM ベースの Mac が取り出されているか、今から解説します。Let's get right in. Okay. ARM とは、すごくシンプルに言うと CPU のデザインをする会社です。例えば他の会社だと Intel は自社でデザインして Core i7 などのパソコン向けの CPU 売ってますよね。そういうことで要するに ARM はガジェットの頭脳である CPU をデザインする会社なんです。でも製造はしません。で、例えば ARM 向けの ARM のデザインを採用しているチップ製造している会社は、例えばスナップドラゴンを作っているクアルコムなどですね。いろいろ言ったんですけど、ARM の特徴があります。 ARM ベースの CPU は主にエネルギー効率がいいところ、あと自由度が高いところと安いところが重要な点です。じゃあその3点を詳しく言うと、さっきエネルギー効率が高いって言ったんですけど、例えば HP NVX2 っていうパソコンがあるんです。で、それは ARM 版の CPU と X86、要はインテルの CPU を積んだバージョンがあって、でどちらともベンチマークを通すと大体おおむね同じパフォーマンスを発揮できるんですけど、インテルの CPU が10時間持つところ、バッテリー持ちが10時間のところ、 ARM は16時間もバッテリーが持つんですよ。大体 1.6 倍のエネルギー効率なんですね。要するにバッテリー持ちを良くするか、もしくは同じ消費電力でより高いパフォーマンスを実現することができる。それがまずエネルギー効率がいいところ。自由度が高いっていう点に関しては、 ARM って自社で CPU のコアデザインするんですけど、製造はしていないんですよ。なので CPU を製造している会社が ARM の作っているデザインの中から自由に CPU のコアを選んで、それを採用していろいろな他のパーツも組み込んで一つのパッケージにして出せると。だからカスタムできるんですね、いろいろ。なので自由度が高いっていうことは、いろいろな機能が積めるし、その自分の製品に合わせた CPU 作りができる。で、次に安いっていう点、これはインテルの CPU を買う場合と比較するんですけど、インテルの CPU をインテルから買うのと、ARM のデザインを買って、でそれを製造する、デザインを買うライセンス費と製造費、その2つを込みでも、インテルの CPU を買うのより安いって言われてるんですね。なので、その分コストが下がるので、製品を安くする、もしくは利率を上げることができる。で、Apple お金儲け好きなので、多分後者じゃないかなと思ってます。で、まとめると、省エネでパフォーマンスも出せて、いろいろな機能を持たせられて、しかもお財布に優しいのが ARM を採用したパソコン の特徴になると思います。それはもちろんありますね。欠点はあります。ARM の欠点は、これまでインテルはラップトップ市場ほぼほぼ独占していたので、インテルの CPU で走るアプリはたくさんあるんですね。でも ARM で走るアプリは今のところあまりたくさんないんです。なので気持ちよく使えるアプリは今少ない状態です。で、これは過去に Apple が PowerPC っていう IBM の CPU を採用していた時から、インテルに乗り換えた時、この PowerPC からインテルに乗り換えた時に発生した問題と似ています。その時はPowerPC で走ったアプリがインテルで走らないという問題が多く発生していて、もうユーザーがもうめちゃくちゃ怒ってたんですね。なんですけど、今回はおそらく状況は違います。なぜかっていうと、もう業界全体がその方向に動いてるんですね。 ARM の方向に動いてるんですよ。例えばマイクロソフトは ARM 向けの Windows を作ってます。で、 Adobe も iPad 向けのアプリ、 iPad も ARM の CPU 採用してるんですね。なので iPad 向けのアプリを作るっていう方法で、ARM 向け Mac の Photoshop だとか Premiere だとかの準備を進めています。 Hey,
Thanks for the interview. Had a great time. By the way, I wanted to weigh in another point. 一つ付け足したくてですね、僕いろいろ考えてみて、別に陰謀論というか、都市伝説というか、推測なんですけど、多分 Apple って、アプリの作り方とか使い方も根本から変えようとしてると思うんですね。っていうのも、去年の WWDC で Marzipan っていうプロジェクトが発表されていて、iPadOS 向けのアプリが MacOS も走るっていう優れものを発表しているんですね。で、なぜこうしたか。これおそらく、Mac 向けのアプリを作る開発者よりも、iPhone とか iPad、要はモバイルのアプリを作る開発者が圧倒的に多いからなんだと思うんですね。なので、アプリ開発業界としては、もう、デスクトップとか PC とか Mac に向けて作ったアプリをどうやってスマホで実現するかっていう、モバイル創明期の時代から、モバイル向けのアプリの方が多いよっていう、で、それをいかにして Mac とか PC で走らせるかっていう考え方にシフトしてると思うんですよ。なので、それをしたいんだったら、もうモバイル向けのアプリを走らせるんだったら、モバイルに積んであるチップと同じもの、要は ARM チップを Mac とか PC にも載せた方が効率いいよねっていう、そういう状況なんだと思うんですね。そうすると、もう Apple のデバイス、それが iPhone であれ、iPad であれ、Mac であれ、それらに向けて書かれたアプリは、もうすべてのアップルデバイスで自動的に走る、そういう状況になるんだと思います。で、さらに言うと、これ次世代のデバイスも視野に入れてると思うんですね。っていうのも、来年発売されると、まあ来年発表されるっていう噂のアップル製スマートグラス、通称アップルグラスは、初代のアップルグラスは iPhone のアクセサリーとして発売されるそうなんですね。なぜかっていうと、メガネ型だと小さすぎてパーツが積み込めきれなくて、処理能力とバッテリー持ちを同時に実現できないんですよ。少なくとも今は。なので、情報の処理は iPhone に任せて、で、表示する情報だけ Apple Glass に転送して、それを表示させると。で、そうすると、お互いの、利点を使い合える。でも、これは第一世代、第二世代の話であって、その次の、もっと先の世代の Apple Glass は、おそらく 5G で接続するはずなんですね。Apple Watch が第三世代で LTE 接続を手にしたように。そうすると、もう iPhone で処理していた情報をクラウドに送れる。で、クラウドに処理してもらえる。そうすると、クラウドも ARM にした方がいいじゃないですか。で、実際ここ数年 Amazon などを筆頭に ARM の CPU を積んだサーバーが採用され始めている。で、そうなると、もう Apple のビッグドリームが実現するわけです。要は、iPhone 向けに書かれたアプリとかが iPad でも Mac でもクラウドでも Apple Glass でも走るようになる。もうこの究極の Apple エコシステムがもしかしたら実現するかもしれない。で、そんな大きな動きの中で今回 ARM ベースの Mac が発表される。そういう状況なんじゃないかと思っています。信じるか信じないかは That's up to you. But I mean, thanks for the call and to anyone who's watching this or hearing this,Make sure to tune in to Apple's big event, WWDC 2020, on, I think it was June 22nd, late night, 2 a.m. for Japan, unfortunately, but it's going to be pretty cool. あと、業界のことでもう一個言いたいのが、最近稼働したスーパーコンピューター、富岳あるじゃないですか、日本の。あれも実は ARM なんですよ。で、あれのすごいところが、PS5 の配信の時にも言ったんですけど、データと CPU のコアの距離がめちゃくちゃ近いんです。普通サーバーっていうのは CPU を入れてメモリのラムを横に挿していくんですけど、富岳のチップはもうチップの中にメモリと CPU が組み込まれてるんですね。なのでもうこれでこのチップで CPU とメモリを同時に実現していると。で、そうすると距離も近いのでデータのやり取りが早いし、エネルギー効率もいい。で、多分世界一の処理能力を誇ると思います。いや、富岳本当にすごいんですよ。あのチップは本当に革命的です。多分今一番先進的なチップなんじゃないかなと思います。もう CPU の汎用性と GPU の並列処理どっちともできるすごい特殊な CPU なんですよ、チップが。なので、まあ、そういう面でも、もう業界全体 ARM に向かっていると。それに乗り遅れちゃいけないからMac も ARM なんじゃないかなと思ってます。